ご覧いただきありがとうございます。野球場跡地のご紹介も第3弾となりました。今回は関東地方に焦点を当て、各地の球場跡の変遷を上空から眺めてみます。球場跡が多数あるため前編後編に分けてご紹介いたします。今回は前編として上のラインナップでお届けいたします。発祥の地、学生野球、ゆかりの地などが中心です。なお関東にある球場跡のうち、上草、須崎、後楽園、東京スタジアム、川崎は以前の動画第1弾、2弾でピックアップいたしました。説明欄にリンクがございますので、こちらも合わせてお楽しみいただければと思います。野球が日本に伝来したのは1872年のこと。2022年はそれから150年の節目にあたります。では日本の野球発祥の地はどこなのでしょうか。それは東京都千代田区にある歴史的建造物学士会館の敷地内にあたります。ここは東京大学発祥の地でもあり、東大の前身開成学校が創設された場所になります。1872年、同校の米国人教師ホーレス・ウィルソン氏が生徒たちに野球を教えたことが始まりのようです。当時にはボールを握る右手をかたどった碑があり、ボールには世界地図が描かれています。続いても発祥の地のご紹介です。ここは日本初のプロ野球チームの発祥の地です。その名も芝浦球場です。お台場へ通じるレインボーブリッジがかかる埋め立て地に位置します。それはどこにあったのでしょうか。一帯は倉庫など立ち並ぶエリアですが、一箇所緑が目立つ場所が見えますね。ここは区立不当少年野球場です。この地に芝浦球場はありました。左は1930年代、右は2019年の写真です。球場は1921年に完成。当時はすぐそばまで海が迫っていたそうです。この地を拠点としたのが日本初のプロ野球団日本運動協会、通称芝浦協会です。早稲田大学の OB らが提唱し、1920年に設立されました。当時学生野球が人気の反面、不祥事を起こす選手が増えており、憂いた OB が学生の模範となるべく作った背景があります。しかし設立3年後、関東大震災が発生。球場は救援物資置き場として当局に接収され、その後再び球音響くことなく協会も解散しました。その後紆余曲折を経て、跡地付近に不当少年野球場が完成し、今に至ります。お次も発祥の地です。現在日本のプロ野球で現存する最古の球団は読売巨人軍ですが、その発祥地は千葉県にあります。ここは千葉県習志野市です。ラムサール条約登録地、谷津干潟が残る当地にそれはあります。こちらに大きな敷地が見えますが、ここは船橋競馬場です。巨人軍と同系の読売ランドが所有者ですが、ここではありません。ズームしました。正解はこの辺りになります。谷津球場跡です。現在は800種類以上のバラが育つ谷津バラ園となっています。左は1945年頃、右は2019年の写真です。1934年、読売新聞正力松太郎氏がベーブ・ルースなど全米選抜を日本に招聘し、その対戦相手として全日本チームを作りました。大日本東京野球クラブです。これが母体となり巨人軍が誕生しました。現在はモニュメントが立ち、川上哲治、長嶋茂雄、王貞治など往年の巨人軍名選手の手形が並んでいます。ここからは大学野球のゆかりの地をいくつか見てみます。ここは東京都大田区の住宅街。かつてこの地に慶応義塾の新田運動場があり、その一角が野球場でした。今の東急千鳥町駅と武蔵新田駅の間にありましたが、それはどのあたりでしょうか。
ズームしました。正解はこの辺りになります。縦方向で短冊型に整備された住宅地が球場跡です。左が1930年代、右が2019年の写真です。大正末期の1926年に完成し、横浜の日吉グラウンドに拠点を移す頃まで約10年余り存在していました。1万5千人が収容できる大型球場で、東京六大学野球の公式戦も開催されていました。今の千鳥町駅より球場寄りに池上電鉄が境内グラウンド前駅を作り、武蔵新田駅を持つ別会社と集客競争を行うほどの活況でした。六大学野球の起源は明治期に始まった早稲田対慶応の対抗戦です。その早稲田がかつて拠点としたグラウンドをご紹介します。それは現在の早稲田キャンパス内にありました。その名も戸塚球場、後に改称し阿部球場とも呼ばれました。こちらになります。左が1979年、右が2019年の写真です。野球部創設の翌年1902年に開場しました。日本初のナイター試合が行われた球場でもあります。初代野球部部長の阿部伊蔵が大学創設者の大隈重信に対し、国際化に野球の必要性を説き作られた背景があります。戸塚球場では先に触れたナイター試合をはじめ、始球式やテレビ放送、ラジオの実況放送が日本で初めて行われました。1987年に催された全早慶戦をもって、その歴史に幕を下ろし、跡地は総合学術情報センターとして生まれ変わりました。大学野球3本目は明治大学の球場跡です。その名も明治大学島岡球場。2006年まで現役でした。今は跡形もありませんが、それは一体どこにあったのでしょうか。こちらになります。大規模マンションになっています。 Google Earth にある画像で過去と現在を比較してみます。敷地一面がマンションと化していますね。この球場は監督だった島岡吉郎氏が私財を投じて土地を購入し、1961年に建設されました。球場の跡地には住民の憩いの場を兼ねた記念碑が立ち、プロ野球でも活躍した明治出身の選手たちの手形も設置されています。ここからは各地のプロ野球開催地を見てみます。まずは東京都世田谷区にあった野球場です。東京急行電鉄、今の東急が建設した駒沢球場です。跡地は駒沢オリンピック公園の一部となっていますが、それはどのあたりにあったのでしょうか。ここに野球場がありますが、これはかつてのそれとは別物です。初代駒沢球場はこの辺りにありました。現在の第二球技場付近になるようです。当時の変遷写真です。左から1930年代、1960年代、2019年です。1930年代の写真からわかる通り、もともと球場ができる前はゴルフ場でした。1914年に完成し30年近く存在してました。その後軍の接収を経て、戦後の1953年に野球場が完成。翌年から東急系列の東映フライヤーズが本拠地としました。プロのみならず大学野球でも使用されましたが、東京五輪会場に当てるために1961年に閉鎖、わずか9年の稼働でした。その駒沢球場よりも丹命に終わった野球場があります。その名も武蔵野グリーンパーク野球場。ただ実態は
東京スタディアム、三鷹球場、武蔵野球場など故障は様々だったようです。ではその球場はどこにあったのでしょうか。ズームしました。ほんのりそれらしき形が見えますでしょうか。この辺りになります。現在は武蔵野緑町パークタウンという団地になっています。左は1950年代、右は2019年の写真です。本球場の完成は1951年。当時首都圏では球場が不足しており、その打開策としてこの地にあった中島飛行場跡に建設されました。収容人数5万人超の本格球場でしたが、フィールドの不良や都心から離れた立地などが影響し、評判は芳しくありませんでした。さらに戦後 GHQ に接収されていた神宮球場の返還と川崎や駒沢球場の誕生などが重なり、工業面で不利な状況となりました。結局プロ野球公式戦は会場年の16試合にとどまり、実質1シーズンで幕を閉じました。球場は1956年に解体されました。続いてはこちら、横浜に参ります。ここは横浜スタジアムです。1978年の開場以来、大洋ホエールズ、横浜 DeNA ベイスターズの本拠地として親しまれています。こちらの場所はもともとは別の野球場がありました。横浜公園平和野球場、通称平和球場です。左が1960年代、右が2019年の写真です。会場は戦前の1929年、それ以前は明治期にクリケット場が作られ、さらに横浜公園球場という別の野球場がありました。その横浜公園球場は1923年の関東大震災で崩壊、後に復興事業の一つとして新たな球場が建設されました。1934年にはベーブ・ルースやルーゲイリックらを擁するアメリカ選抜と沢村栄治らを擁する全日本チームが親善試合を行いました。戦後球場は連合軍に接収され、ルーゲイリックメモリアルスタジアムと呼ばれ、引き続き使用されました。接収中には球場に照明灯を設置し、1948年にプロ野球初のナイトゲームが巨人対中日で行われました。結果は3対2で中日が勝利しました。なお試合前日の8月16日にはベーブ・ルースが死去しており、試合前に黙祷が捧げられました。その後球場は横浜市へ返還、1955年に横浜公園平和野球場と改称されましたが、平和球場という呼び名が定着しました。長年市民に親しまれましたが、老朽化には抗えず現スタジアムの建設決定を受け、1977年に解体されました。野球場跡地訪問、関東特集、前編のおしまいは茨城県にあった球場を取り上げます。水戸市を流れる中川のほとりにそれはありました。水戸水府球場です。それはどこにあったのでしょうか。この辺りの大きな敷地が候補になりそうです。答えはこちら、今はサッカー場などの敷地になっています。昔と今の写真を比較してみます。野球場の完成は1933年、1949年にはプロ野球巨人対ダイエー戦が行われ、ダイエーに移籍したスタルヒンが古巣相手に完封勝利を挙げました。翌年も巨人戦が開催され、中日相手に21対6で快勝。巨人の川上哲治が史上初の100号本塁打、さらに球団初の3者連続本塁打を記録しました。本球場は県下の高校球児にもゆかりがあり、1952年までは夏の甲子園予選決勝戦が開催されました。その1952年、市内に新球場が建設され、本球場は軟式野球場に転用。その後廃止され、今はサッカー場などに生まれ変わりました。野球場跡地訪問、
関東特集の前編はここまでです。後編も鋭意お届けいたしますので、引き続きよろしくお願いいたします。